シュカスは、1930年代第二次、世界大戦にかけて、ソ連の軍用機に搭載された 7.62mm 機関銃で、ある。ボリス・シュピタリヌイと、イリナルフ・コマリツキーが設計し、1934年から、量産された。名称は、シュピタリヌイ・コマリツキー航空速射機関銃を意味する、ロシア語の頭文字に由来する。派生型として、 口径を2 0ト、mm、ルに拡大した主箔がある。シュカスはガス圧作動方式の機関銃である。回転式の弾薬キャリアにベルトで球弾し高い発射速度を実現している。反動で交代する部分の重量は9 2 1ムと軽量である。シュカスの有用性は NM エリザロフが開発した鉄鋼弾と着火弾によって大きく高められた。最初に ケーブル球団式のくな内装備型と、重灯装備型が生産され、1936年には、プロペラ同調型も採用された。1939年、発射速度を、毎分3000発に高めた改良型が少数、製造されたが、故障が多く、限定的な仕様にとどまった。4機のシュカスを装備した、I、I-153 や I-16 が1秒間の、 射撃を行った場合、射距離400メートルで15ミリの範囲に120発の弾丸を投射することができる。これは1平方メートルに5発の弾幕に相当する。この値は当時の他国の戦闘機より優れていた。4機のシュカスの重量が1つの銃につき650発の弾薬を含めても1 6 0ラムに過ぎないことも利点だった。シュカスは 1930年代後半のソ連軍用機の主力武装であり、第二次世界大戦中も 12.7mmUB 重機関銃や 20mm 主爆機関砲と併用された。しかし、航空機の防弾性強化の流れの中で威力不足となり、大戦後は姿を消した。ありがとうございます。